長崎市における市長崎県立長崎東中学校高等学校は長崎県長崎市立山五丁目にある併設型公立中高一貫校略称は東中東高学校へ登る道路の中央にはクスノキが立っているテレビ朝日系列の何これ陳百景でも紹介されたことがある 校舎跡地公園三学期生多上方面からの長崎東中学校高等学校の円形旧成県立長崎中学校の出身者卒業生は長崎県立長崎中学校を参照長崎県立長崎高等女学校の出身者卒業生は長崎県立長崎高等女学校を参照括弧内は在籍年度を示す括弧内は 卒業会を示す。一回生が1949年卒である。アグリの裏、長崎駅前東口、中央京銭座町、浦上駅前、元原一丁目浦上駅前、目覚め町、立山中央京、長崎駅前、銭座市場入口、目覚め町、立山つつじが丘、港の裏、網場東長崎地区からの通学生を対象。 長崎署経由長崎駅前駅中央橋経,経,経,経由長崎駅前駅氷見公園前八神団地経由校の裏行き長崎署前経由長崎駅前駅中央橋経由長崎駅前駅、き八神団地経由中央通り行き長崎署前経由長崎駅前駅中央橋経由長崎駅前駅、サニータウン行きつつじが岡行き水族館八神団地経由校の裏行き八神団地経由中央通り行き。 ありがとうございます。